どうもヒューゴ2体験のトレーズと申しますもうすぐですね、レベル50に達しようとするところなんですけれども、今回ですね、タイトルにある通り、エリアボスを倒さずに au、えー、ジェムストーンを手に入れる方法をご紹介していきたいと思います。では、いってみましょう。はい、3つのポイントをご紹介していきたいと思うんですけども、1つ目のポイントですね。これ、後からしてちょっとショックだったんですけども、 えー、エデンの変異体っていうボスがいるんですけども、そいつがですね、あの、マルドゥクのスクロールっていうのを落としますと。これあの、上位にいないともらえなかったりするので、ちょっとですね、しっかりと戦わないといけないんですけれども、最初自分知らなくてあの、希少ジェムストーンに何度か変えてしまってたんですけども、まあ、レベル50にはならないといけないんですけど、レベル50からですね、えー、エデンの変異体を倒して、マルドゥクのスクロール50個集めればですね、一つ作成できます。 えっと、毎日ですね、買って頑張ればですね、1週間に1個ぐらいは作成できるんじゃないかと思いますので、えっ、ー、と、レベル50にですね、上げていただいて、エデンの変異体を毎日買ってですね、えー、バルドゥークのスクロールで、まず AU、えー、ジェームスと1個作ることができます、えー。次回の動画でですね、レベル50へのロードマップっていう動画をまた作成しようと思ってますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録していただければと思います。で、 まあこれですね、まあ、たくさん手に入れるためにはなんですけども、夜もですが、朝方にですね、何人か集まってですね、テラガードで狩るようにすれば、えー、上位に入ってですね、丸、え、ず、ー、クのスクロール手に入ると言いますので、朝方に、えー、ギルドかチームとかでですね、狩ることをお勧めいたします。はい。では2つ目ですね、えー、ジェムを集めるということでですね、先ほどのエデンの変異体は、えー、狩るときにですね、 えー、マルドクのスクロールではなくて、まあ、ご存知だと思うんですけど、あの、黄金のかけらが手に入りますと。これ、まあ、ギルドに寄付してる方ももちろんいると思うんですけども、黄金のかけらをですね、えー、取引所で売ればですね、結構売れますので、えー、エデンの変異体を買って黄金のかけらを売るっていうことと、あと、えっ、ー、と、武器とか防具とかですね、もうあの、希少武器、気、え、象、ー、装備が揃ってる,るって方はですね、えー、エリアボスは倒せなくても、 1日に2回枠ですね、通常のボスを倒せば、気性を、気ジェムストーンを手に入れますので、黄金のかけらや希少ジェムストーンを集めてですね、取引所で売って、ジェムを集めるっていう方法ですね。これが2つ目のポイントです。そして3つ目ですね、実際取引所で買うっていうことですね。取引所でマルドゥクのスクロールを50個集めて作成したり、実際 au ジェムストーンを買うってことですね。 これ、えー、何がポイントかって言いますと、あの、お気に入りにですね、入れて、安いタイミングで買うっていうのが、えー、3つ目のポイントですね。結構、あの、自分10分に1回ぐらい取引所を見れるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、どこまで安くなるかっていうのは難しいと思うんですけど、やっぱり高いなと思ってたら、結構安くなるタイミングがありますので、えー、お気に入りに入れておいてですね、えー、安くなったタイミングでマルドゥクのスクロール50個買うか、えー、au ジェームストーンを えー、買うっはい、えー。1つ目、スクロールから作成。2つ目、えー、ジェム集める。3つ目、お気に入りに入れて、えー、いいタイミングで買うっていう形ですね。はい。いかがだったでしょうか。お昼の時間ですね。えー、ゴーデンウィークだったり、えー、メンテナンス明けでですねすぐお昼に買られてしまって、英雄ジェムストーン、えー、手に入れられない方、多いと思います。 本当はですね、1日に1回エリアボス倒してですね、au ジェムストーン手に入れるのがいいかと思いますが、この方法でですね、なんとか au ジェムストーン集めていただければと思います。この動画はですね、少しでも参考になったって方はですね、いいねとコメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。